20秒です。はい、はい。FM 宜野湾ごっきの皆さん、こんにちは。12月の29日木曜日、2時を回りました。今日はですね、皆さん素敵なゲストの方をスタジオにお招きをしております。定築レコードの入山明子さんです。入山明子さんです。入山さん、こんにちは。こんにちは。どうぞよろしくお願いしますね。よろしくお願いいたします。お忙しいでしょう。もう毎日動いておりますが、はいはい、沖縄楽しみに来ました。沖縄入ったのいつですか？24日の日に入りました。イブの日ですか？そうなんですよ。イベント、イベントです。キャンペーン、キャンペーン、クリスマスのパーティーで。はいはい、はい、ああそうですか。沖縄今度何回目ですか？そうですね、今回4回目でお招きいただきました。いや多いですね。そうなんですよ、ご縁をいただいてから、はい、あのクリスマスパーティーもね、はい、ありました。カラオケコマさんのね、はあはあ、もうね、皆さんが、私親戚と呼んでるんですなるほどなるほど。血のつながらない親族になっていただいて、大変あの気にかけていただくので、もうちょこちょこ来れるようになりました。そうですか、はい、沖縄はどうですか？あの、感じとして沖縄の、やっぱりあの気候も暖かいですが、人が暖かいですね。なるほどね、気候も人も暖かいと。暖かいです。なるほど、なるほど。そしてその今回は、何箇所ぐらいでキャンペーンされたんですか？キャンペーンは7箇所行いまして、ほうほう、そしてあのそのパーティーを一つと、はい、まあ、あのぎっちりいろんな、はい、あの新しく出会う皆様と、はい、そしてまた会えましたねって言いながら、あの何度となくお帰りなさいってお帰りなさいって言ってくださる方が ね増えましてね、嬉しいですね。うん、そうですか。まあラジオですから、ちょっと皆さんにね、あのこの綺麗な入山さん、見せることができないのでちょっと残念なんですがあのインターネットでご覧になっている方々はどうぞ動画も配信しておりますので、とくとご覧いただきたいと思います。とっても綺麗な方なんですね。これファッションなんて言うんでしょうかね。僕はその女性のファッション、はい、紹介下手くそなんで、どうぞあのおっしゃってください。どうぞ。あ、今日はですね、はい、でもあの暖かいので本当に冬服を持ってきたんですけれども、もうジャケットの中はタンクトップだけになって、はいはい、暖かい格好で来ましたけれどもね、はい、あのちょっとピンクの鮮やかなジャケットで着てみました。とても素敵な、そのピンクの下には黒のね、はい、黒ですね、はい、とっても綺麗なファッションをされて、はい、お顔も綺麗だしファッションも素敵な入山明子さん。ありがとうございます。どうぞ皆さん1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたします。さあ、その入山明子さんの、はい、プロフィールなんですが、これ私資料あの見せてもらってびっくりしたんですけどね、何にびっくりしたかというと、はい、防衛省技官。そうなんです。はい、すごい。これちょっと変わったところからの転職ですので、防衛省技官、はい、看護師から歌の道へということなんです。まあ1行目に書いてあるんですが、これは防衛大学、うん、そうなんです。あの学校が防衛大学校の高等看護学院というところを出まして、高等看護学院、はいはい、その時はもう準職員に当たるんですよ。はい、でそれからあの防衛大病院というところで看護師として働くときに、ええ、まあ、あの防衛省の技官という立場で、はい、国家公務員で働かせていただいておりましたので、ええ、ちょっと特殊ではありましたけれどもですね、すごいですね本当。いやいや、それで、うん、その防衛大の病院の胸部外科主任、はい、そうです。これはまたどういうセクションですか？あのですね、はい、心臓外科、心臓外科、それから消化器外科、はい、呼吸器外科の混合病棟の主任をさせていただいております。うわ、本当にあの忙しく、今よりバタバタドタバタするような、本当にね、患者さんと命とこう向き合ってらっしゃる患者さんとお付き合いさせていただいてましたね。重責ですよね。
そうですね、はい、まあ、命を預かるということだけでもね、うん、もう大変なんですが、そうですね、そこの主任をされていたということなんですね、まあ、主任というと、まあ、中間職にあたりますから、はい、市長がいて、そしてあの新人さんが入ってきて、なんとかその間を掛け持ちながら、そして患者さんとの間、いつも間に入ってるような感じでしたけれども、ね、これは大変ですね。いやいや、右にも左にも気を配らなきゃならないような状態、配れてたかどうか今考え直すと、ちょっと反省するところが多いですね、はい、はい、それから豊岡の第一病院、内科外来市長、市長ですね、はい、これは豊岡の第一病院というのは、うん、あの防衛大病院の関連病院として、はあはあ、あの抗がん剤の治療を外来で受けれるようにしたいということで、はい、まあ、あの先生と一緒にそこを立ち上げるときに、はあ、あの少しお手伝いをさせていただきまして、はいはい、まあ、そこであのなんとなくパートから入ってお手伝いだけということがどん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 また内科の市長、内科を任せていただいてという形になったんですけれども、ね、はい、あ、そうですか、そして、まあ、大使として北海道稚内市のふるさと大使、はい、これ平成21年ですね、はい、そしてそれから山口県美祢市ふるさと交流大使、まあ、入山さんはその山口県の美祢市の出身、そうなんです、ご出身なんですね、で、まあ、後で触れますが、はい、それから和歌山県の和歌山市、これは型なんですか、かだと濁ります、かだ、はい、そして、夕日大使という、あ、大使ね、魚の鯛を、魚の鯛が美味しいね、はい、なるほど、ということでね、はいはいはい、これ平成22年、はい、現在も続いているわけですか、はい、全て続いておりますね、それからあ、その山口県ふるさと大使は平成24年おととしから、まあ、されているわけですね、はい、そうですね、でどんな趣味がありかと言いますと、自己流の書と、まあ、謙遜されているんですが、ご謙遜なんですが、それから温泉巡り、はい、それからこれは御朱印の収集、御朱印の収集が今、まあ、全国各地に行くときにあの神社仏閣を参拝に来まして、はい、参拝に来た記念として書を書いていただくんですよ、ほうほう、それがですね、楽しみの今一つになってまして、そうですか、これなんかでもスタンプラリーみたいになっちゃいけないと言われつつでもあのとっても素晴らしいあの記念になりますので、そうですか、はい、そうですか、沖縄でももちろんいただきました、はい、そして、はい、東京行かれたのは歌手になりたくて、いや、18歳の時に学校がもうあの防衛大というのが、はい、防衛、あ、なるほどね、埼玉県にありましたので、はい、埼玉県ね、はい、そのままずっと今そちらについてしまいました、なるほどなるほど、はい、そして、作曲家の鈴木淳先生に師事したわけですね、はい、そうなんです、鈴木さんというと結城恵子先生とご夫妻で、そうですね、一目惚れなんですよね、八代亜紀さんの歌もね、そうなんです、涙恋でしたか、涙恋、はい、そうですね、まあ、これでも皆さんよくご存知だと思うんですけどね、その先生に指示をして、はい、何年ぐらいでデビューできたんですか、そうですね、あの歌手になるため の, あの弟子入りというのはなくてですね、はいはい、これが面白いことにカラオケ大会に初めて出場した大会が先生の大会だったんです、ほうほうほう、でも最初から全国放送の埼玉の大会で優勝いただいたものですから、はいはい、最初からそのあのテレビ放映で全国映るところに出していただいて、おうおう、で、ああ、あなたは山口出身なのっていうところから気にかけていただいて、はい、奥様もそうなんですよ、あ、奥様の鈴木優子さんさんも山口の出身、ね、ゆき恵子先生も山口ということで、鈴木先生もですか、そうなんです、あらあら、あ、で、まあ、そういったところからいろんなイベントの時に呼んでいただいて、はい、お手伝いをするような形から、はいはい、で、歌が好きだねっていうところから、はい、まあ、あのカラオケの指導者の免許をいただいたんです、まずは、ほうほう、はい、で、あなたいい職業を持ってるから、もう看護師はいいから、はい、もうね、歌手になろうと、まずそのまま歌を楽しんだらどうだいっていうのが先生の持論で、はいはい、私でもそう言いますねそうですよね、そうなんですよ、国家公務員ね、国家公務員ですからね、そうですね、そういう、なるほど、うん、人と人との出会いというのと、出会いでその人の運命をこう決定づける、そうですね、ありますね、先生と出会わなければ、ええ、こういった今の道もないでしょうし、はい、まあ、でも看護師をしてたので、あのいいきっかけをいただいて、はい、はい、いや、
ですからね、まあ、例えば千正夫さん、遠藤実さん、はい、それから村田秀夫さんが、はい、誰でしたかね、作詞を、王将の作詞をした先生、この人と人との出会いというのは本当に大事な、はい、特にこの、ね、なんか歌手の皆さんの中にはこういった出会いが非常に大事なもの、そうですね、駒取姉妹さんも遠藤先生でしたよね、ああいう先生とか会って初めて歌手の道に、はい、歌の道に入るということができると、で入山さんもそういう点では恵まれてますね、はい、恵まれてた、運がいいで、ね、縁がいいなというのはいつも思います ね、はい、本当ですね、そういう感じを受けますね、はい、さあそしてデビュー曲が、はい、本当に看護師を辞めてこの歌の道に入った時は2004年の村上幸子さんという、はい、もう素晴らしい、私も大好きな歌手の方が歌われてた、はい、ホトトギスという歌で、はい、デビューしませんかというスカウトを受けたんです。ほうほう、でそれで、ああこの命を、ね、大事にするような、はい、そしてこういうちょっと物悲しい別れの歌、はい、歌えるんだったら看護師から歌手に移ってもこれは私の運命だったんじゃないかなと思い始めまして、なるほど、はい、それでこの世界に飛び込んできました。はい、はい、それじゃあそのこれが2004年ですね。2004年です、はい、そうしますと、その入山さんのデビュー曲ホトトギスをお聴きいただきましょうかね。神田さん、はい、お願いします。亡くなったんですよね。亡くなられたんです。まあ、若くて31歳、31歳ね、はい、だからこれを発売して毎年7月の5命日にお墓参りだけ、お母さんがまだご存命なのでいつも行かせて、そこは触れんでおきましょうか、いいですか、触れていいですか、じゃあこれ終わったら、うん、お母さんご存命で、それから墓参りしているということ、そうですね、すごいですね、うん、何年前ですか、もうずいぶん前ですよね。もう26、27年前になりますね。そのぐらいになりますね。そうですね。とってもね、素晴らしい個性的な歌手。そうですね。ファンの方が多かったですね。ファン多かったですね。今でも講演会があるんです。うん、次のコーナーでは山口県の話ちょっとしましょう。はい、ありがとうございます。これは北丹海峡ですか。北丹海峡、それでいいんですか、はい、どこにあるんですか、これが和歌山市にあるもんですから、これで大衆いただきました。なるほど、はい、曲名指定しました。はい、しました。5曲目がザンザミサキが仕切り直しで、はい、定地区から出した曲なので、これザンザミサキってのはどこなんですか。これはね、北海道なんです、稚内市。デビューして12年ですか。そうですね、今は9年目と言ってます。9年目、仕切り直したのをもう仕切り直してからのことを、やっぱ今のレコード会社に悪いものですから、はいはい、はい、はいはい、その話もやっていいんじゃないですか。そうですね、
神田さん、はい、今20分だ。この次のコーナーで CM 行こうか。はい、わかりました。入山さん、はい、ホトトギス、ええ、しんみりと聞かせますね。ああ、そうですね、まあ、詩の内容がやっぱりね、はい、ええ、徳富ろ過さんの書かれたホトトギスをベースにされた物語ですので、はいはい、悲しいですね。ね、ええ、そのこの歌は、2004年に歌ったんですが、2008年に、はい、所属会社を変えたんですね。今の定築レコードさんに、はい、お世話になるようになって、もう一回再デビューという形で、はい、仕切り直しをしていただきましたので、はい、これが実質のデビューということですか。そうですね、なるほど。そうすると18年、ごめんなさい、8年ですか、丸8年、今9年目に、はい、丸8年の9年目ですね、はい、今年がね、さあ、まあ、歌手活動を続けられて大変なご苦労が、まあ、我々凡人には全く理解できないような大変なご苦労があると思いますが、いや本当に運と縁に助けられて、はい、続けてこれたのが奇跡のような時もありますけれどもね、はい、本当に皆さんに助けていただいて応援をいただかなければ今日の日はなかったなといつも思いますね。まあそうですよ ね、 そうですね、ファンあってのお仕事ということですから。本当にそうです。しかもこの頃ほらなかなか CD が売りにくい時代になってますでしょ。インターネットで聞いたりね、本当もう YouTube で見たり聞いたり ね、そういうことで、歌手の方々本当だからなんて言うんでしょう、この沖縄にこう時々、まあ、私の関係の歌手の方も来るんですが、とにかくもう一にも二にもこの印象というんですか、はい、この素直さ、はい、愛らしさ、はい、腰の低さというんでしょうかね、そういったのを大事にしているという話をよくされるんですよ ね。入山さんももちろんそうだと思いますが、本当に皆さんに可愛がっていただければ、はい、続けていけるんだろうなと、思いますね。まあ、波高しかもしれませんがね、歌い続けることによって継続は力なりでね、はい、やっぱり一人このファンを獲得するということはその積み重ねだと思うんですね、はい、そうですね。ぜひ、まあ、頑張ってもらいたいと思いますが、はい、神田さん、はい、さあ2曲目、いきましょうかね、はい、今度は何でしょう。残々岬、これはどういう歌ですか。はい、これがですね、星野哲郎先生が今のホトトギスも星野哲郎先生なんですが、作詞ね、はいはい、北海道のノシャップ岬という稚内市にあります、はい、そこを舞台にした情熱的な女性の歌を書かれておりまして、で恩師の鈴木純先生がとてもメロディーがまたリズミカルで、はい、この歌を仕切り直しの歌として2008年に発売させていただきました。2008年ですね、はい、定築レコードの方から星野哲郎先生の作詞をいただいたんだ。そうなんです、すごいことじゃないですか。だからこれもいやいやいや、もう運と縁がよくって、山口県のご出身でしたので。あ、そうですか。そうなんです、そういうものに本当に助けていただいて今があるんです。星野哲郎さん、そうなんです。おお、そうですか、そうですか、山口県の出身。そうなんですよ。これ知らなかったですね。ああ、そうでしたか。はい、まあほら、市川翔介先生とのコンビでね、はい、何曲かあるわけなんですが、そうですね、宮古晴美さんを、この市川翔介先生が、はい、星野先生のところ深夜に連れて行ったというエピソードがあるんですけどね、それで俺はもう作詞はしないと、星野先生が言ったんだそうです、うん、そしたら、まあ、作詞しなくていいから、はい、とにかくこの子の声お歌聞いてくれって言ってね、で市川先生がピアノを弾いて、はい、宮古晴美さんにそばに立たせて歌わせたらしいんですよ、そしたらね、この星野先生、タバコを火つけようって言ってこうマッチを吸ってるけどね、はい、その
指先が震えていたって言うんですよ。そして市川先生はそれ見てね、しめしめと思ってなるほど。で歌が終わったらね、さあはるみちゃん帰ろうって言って、帰ったらしいんだ、そしたらお家に着いた頃見計らって電話が来て、もうできたよと言ったんだそうです。まあ素晴らしいエピソードですね。それがあんこ椿は恋の花。ああ、なるほど。すごいエピソードでしょ。ねえ、すごいですね。こういう、まあ、一流の先生方にこんなに早くね、入山さんが作品いただくというのはこれは素晴らしいことですね。本当にそうなんですね。その今おっしゃったその山口県の出身、そうです、鈴木先生、ゆうこさん、鈴木ゆうこさんね、ゆうきけいこ先生、ゆうきけいこ先生そしてこの星野先生、みんな山口県で固めてるじゃないですか。そうなんです。で、まあ、本当にそういうものがなければ今の私もいないと、運と縁に助けられてい、いや素晴らしい。 それはまあ一にも二にもその入山さんの人柄、人徳だと思うんですけどね。本当に運が良くて素晴らしいことですね、こういうふうな方々、大先生方に守られて、多くのファンの方々に支えられて、まあ歌手街道をまっしぐらに進んでるという入山明子さんの2曲目いきましょうか、それじゃあ神田さんお願いします。4分ぐらいでしょ。そう、あ、5分ありますね。ちょうどいい、ちょうどいい、いい、いい。で、後半またいで、で終わったら CM 入れて。わかりました。ほう、いいですね。元気でよかった。この歌を気に召していただいて、沖縄でコンサートの時オープニングはこの歌でやってくれっていうのでね、5月にもさせていただきました。これは入ってる？入ってますね。入ってる。入ってます。3番目？入ってない。この順番には入れてないですね。入れてかましょうか。今日かける曲には入れてなかったんですけど、もしあれでしたら4番目を変えて女涙だけしましょうか。そうしますか。前作なんでね、ちょっと飛ばしちゃった。5曲は行きたいね。わかりました。4番目を一応変えて女涙だけ予定で、秋吉台、修法堂とも言いますが、そうなんです、秋吉堂が本式で、秋吉堂、天皇陛下様が見えて秋吉堂とおっしゃったので、それから地元はみんな修法堂って修法堂、言ってはいるんですけれども、ね、正式名称は秋吉堂ということで、その話やってください、ね、面白いエピソードです。すいません、それ鈴木先生にいつも差し上げるんで先生よって書いちゃってごめんなさい。いやいいですよ、いいです、いいです。先生の怒られませんかね、僕は。いやいや大丈夫です。またあの年末帰ったらちょっと伺って持っていくように。
神田さん、秋吉台今3曲目秋吉台、はい、次ですね。次です。あと20秒です。 OKOK、 はい、ちょうどいいです、うん、山口の話して、うん、いきまーす。火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり。今日は素晴らしいゲストの方をお迎えしてお届けをしております、定築レコードの入山亜希子さんをスタジオに、お招きをいたしまして、この放送をしております。で今日29日はこれ収録放送になってますんでね、大変申し訳ありませんが、どうぞよろしく後半もお付き合いくださいますようにお願いをいたします。さあ入山さん、はい、ご出身が山口県美祢市、美祢市、よく読んでくださったなと思ってびっくりしたんですこれに訳があるんですよ。訳がありますね実はね、はい、私のおじいが、まあ、開業医でしてね、はい、山口県のその美祢市豊田前町というところに、まあ叔母も医者でですね、2人で小さい病院、院をやっていたんですよ。それで入山さんのこのプロフィール見たときびっくりしましてね、山口県だ、美祢市だって言ってですね、なんか親しみを感じたんですよ。これを美祢市とスッと読んでくださる方ほとんどいらっしゃらないので嬉しかったです。ありがとうございます。それでまあ現在はですね、まあ、おじはもう亡くなりましたが、はい、おばと二人の息子が、まあ、やっぱり医者をやってまして、九大の医学部を二人とも出ましてね、一人は次男が大阪かな、一人が山口県で、山口県で、宇部ですね、宇部で、まあ、いるんですけど、ね、そういうことで、なんか入山さん親しみを感じましてね。いや、それは私も嬉しい情報ですありがとうございます、ありがとうございます。さあ、そんな山口県、美祢市のご出身の入山亜希子さん、はい、山口県では名物がありますよね。もう私のふるさとには秋吉堂、秋吉台、はい、秋吉台、はい、秋宝堂なんても言ってましたけどねそうですね、秋宝堂と今でもおっしゃる方が多いんですが、はいはい、これ実はいろんなエピソードがありまして、なんかその読み方についてのエピソードあります。今のは金城天皇、天皇陛下様がですね、金城天皇、はいはい、来られた時にまだ皇太子のでいらっしゃる時に、はい、はい、秋吉堂とおっしゃったということで、ほうほう、それから正式名称はもう秋吉堂ということで、秋吉堂、はい、んだよってそうです、今だから正式名称は秋吉堂なんですよっていう、はい、地元の方も秋宝堂とか、ねええ、おっしゃる方が多いんですけれども、はいはいはい、秋吉堂ね、そうです。これは、まあ、入山さんも歌ってますけど、別の歌手の方もまた歌ったりしてますよね、はい、そうなんです。水森かおりさんでしたかね、あれは秋吉台を、秋吉台ですね、はい、歌ってくださっておりますね、はい、さ あそうしましたら、その入山亜希子さんの秋宝堂、はい、秋吉堂、はい、たくさんありますね、はい、どうぞお聞きください。お願いします。どうぞ。これも星野哲郎先生なんです。これも星野哲郎先生と鈴木純先生、今のザンザミサキとかと全然違う曲調で、はいはい、それはとか言いましょうね、はい、
終わります。そろそろ曲終わります、うん、次の曲はあの女涙酒でいきましょうね、うん。秋吉堂入山亜希子さんの歌でお届けをいたしました。入山さん、はい、この今ね、はい、歌詞の中に、この秋吉堂の澄んだ水のような私の気持ちを、はい、あなたにあげたいというフレーズがありますね。まあ、この作詞はどなた？作詞が星野哲郎先生なんですよ。こちらもこれも星野先生の作詞。そうなんです。なるほどなるほど、いやそして、まあ、はい、澄んだ水もいいんですが、はい、入山さんの澄み切ったようなこの声これがまたまあありがとうございます。透明感のある声でね、あ、嬉しいですね。より素晴らしいですね、はい、いやいい歌ですね、秋吉の、まあ、山口県もう、もう僕何十年行ってないんですが、今あのふっとね、はい、山口県でおった頃のことを思い出しました。ありがとうございました。それは嬉しいです。ありがとうございました、はい、さあそして入山さんのこのスケジュール表、はい、これを見てびっくりしてんですけどねそうですか。もう本当に来てくださいとおっしゃったらどうにか行けないものかとパズルのようにですね、はい、組み合わせまして、今交通機関も発達してますから、まあ、どこからどこだったら飛行機が飛んでるとか、はい、そういったものを調べてなるべく行けるように、い、はい、これ、まあ、手元に今スケジュール表があるんですけどね、12月16日金曜日から始まって、はい、17、20日、21、22、24、25、26、28、はいはい、うわ、そして、来年の1月の2日から始まって、はい、2、3、5、6、そうです、うわこれ、8日、11、12、13、14、はい、20日、21、22、28、うわこれすごいですね。そうですね、おかげさまで今やや落ち着いた方なんですこれでも。9月から新曲を発売してから3ヶ月、はい、2日だけ空き日があって、あとは全部動くか、あとは歌った。これは大変だ、ね、これ体力勝負ですね。体力勝負です ね、やっぱり元気で笑顔をお届けできるようにと思いながら、はい、途中ちょっと声が一番疲れた時期がありましたけれども、まあ、体は元気、これは親に感謝ですね。そうですか、まあ、丈夫に産んでもらいました、はい、休みなんてもうほとんどないんですが、はい、休みの日ちなみにどういったことをしてるんですか？なんでしょう、どっかに行きたいとかなんとかはなくて、やっぱり次の舞台の準備をするのが、時間があるとあれこれ楽しくて、はい、コンサートディナーショーの衣装を選びに行ったりとか、一回選んでもいや待てよ、もうちょっと違うのあるかなとかそういったことに使ってますね。いやこれすごいですね、埼玉から始まって、はい、12月の16日から22日の間は全部この埼玉県なんですが、そうですね、ここで24日12月の24日去る土曜日ですね、キャンペーン、沖縄キャンペーンで那覇市にいらして、はい、那覇、浦添、うるま、宜野湾、名護、はい、沖縄市、はい、うわでこれ1日に3箇所もやってるんですか？そうなんですよ、7時から始まって8時、10時、うわもうね、お顔を見ていただいて、はい、生で歌をお聞きいただいて、はい、まあよかったら欲しいよっておっしゃる方には、CD をお持ち帰りいただいてという、ちょっとバタバタという感じですけれども、はい、まあ、一人でも多くの方にお会いしたいという、はいはい、ええ、そういった動きです、はい、市民会館とかね、はい、ああいうふうな大きな会場は、はい、会場なりの良さがあるんですが、こういったキャンペーンというのは、はい、カラオケ スタジオコマとかですね、はい、こういったところというのはほらファンの方と、もう本当に距離が至近距離で、ね、そうなんですね、歌ってそして聴いて、はい、ということができるわけですね、はい、そうですね、これは非常にあったかみにつながると思うんですね。そうですね、私もたくさんのあったかい気持ちとか、はい、またやる気パワーをたくさんいただけるキャンペーンは、本当に身近で接していただくので大好きですね。これがいいところなんですよね。そうですね、またコンサートはまた大きい舞台で、コンサートコンサートで、ね、両方見ていただくと、はい、また皆様とこうより歌を通していろんな思いがこうできるのかなと思いますね。いやこれは沖縄は26日
もう沖縄市でも沖縄県で終わったわけですね。はい、そうですね。はい、それがその今日29日ですから、はい、すでに終わりまして、はい、何度も申し上げておりますが、収録で今日は放送しておりますので、どうぞ皆さん、できたらインターネットで YouTube で見ていただけると、はい、この素敵な入山さんの美貌が直接見れると思うんですけどね、どうぞよろしくお願いします。生でやりたかったですね。そうですね。今度生でやりましょう。またはい、今度また3月25日も来ますので、ええええ、はい、どうぞ皆さん、3月の3、はい、来年年明けて3月の25日、はい、駒さんですか？駒さんのですね、はい、主催でコンサートうるま市の方でさせていただきます。ほうほう、うるま市の？ですね、うるま市の市民芸術劇場かな、あかりホール、そうです、エリキホール芸術劇場、はい、はい、そこでやるんですね。そうなんですよ。3月の25日土曜日ですね、はい、そうです。これは入場料おいくらでしょうか？入場料詳細が、はい、そうですね、まだ日にちがカラオケ駒さんの方にお問い合わせいただいて、はいはい、そうですね、わかりました。皆さんどうぞ3月の25日、はい、うるま市ですよ、市民芸術劇場です。よろしくお願いをいたします、はい、お願いします。さあ、神田さん、4曲目なんでしょう？女涙酒ですね。前作にあたりますが、はい、前作ですね、はい、はい、女涙酒です。結城恵子作詞、はい、鈴木純作曲の女涙酒です、はい、どうぞ。これ何分？何分？残りですか？これ。あ、この曲ですか？4分ですね。オッケー。そうすると新曲の、これも 5分としても大丈夫だね。入るね。はい。オッケー。そしたらさ、コメントあんまりやらないで、すぐこの新曲、はい、わかりました。これやりますから。はい。4分57秒と書いてある。はい、こちらが新曲です。信濃宿宿宿です。宿。はい。ご紹介しましょうね。歌詞ね。ありがとうございます。はい。
女涙酒、入山亜希子さんでした。さあ入山さん、はい、時間ももう少なくなってまいりましたが、新しい曲ができたんですね。そうなんです、信濃慕情、はいはい、長野県歌った歌ですね。そうですね、はい、これは結城恵子さんが作詞をして、はい、結城純先生が、鈴木純先生が作曲をした歌ですね。はい、心も命も一つだと二人で誓った信濃宿、押し寄せる寂しさに崩れそうです。一人ではもう一度会いたいと胸が泣く、愛しいあなた忘れられずに溢れる涙止まらない。信濃慕情、入山亜希子さんです。テレビに、ね、カメラに向かって、これでも古いの、ここまで話したかったんだけどできませんと言ってね、ありがとうございます。1年前のでしたけど、これ1年、いいよ、いい、大丈夫まあ自分で今作ってて、これも全部自分が、ファントのあれが上等です。これが先生方です、うん、井戸の亮先生ってご存知でしょ、はいはい、もう何年前かな、3年前にね、僕あのウルマでもやってるんですよ番組。そうですか。でそこにわざわざ来てくださって、戸川芳乃ってご存知、はい、知ってますよ、く一緒に北海道出身のね、キャンペーンに呼んだんですよ、うん、はい、でその時にね、戸川の亮先生は宮古行ってて、奥さんも一緒に、はい、窓川京の先生、はい、宮古からわざわざ帰ってきて番組に生放送で出たんですよ。ほんでもうそれからもう年賀状のやり取りしかやってないんですけどね。そうです、またいつか機会があったらお前に来たいと思ってるんですけどね。そうですね、すごい。戸川芳の、うん、まあもう昔はね、はい、随分の方々をお招きしたんですよ、うん、もう今から20年ぐらい前ですけどね、はい、駒取姉妹さんなんか12、3回、そうです、バーブ佐竹、青子一、はい、それから、大津よし子、はい、松山恵子、はい、随分派手にやったもんです。そうですか。で失敗してお金みんな飛んじゃって借金か。あ、いや大変ですね。神田さん、はい、終わったらエンディング流して、それに乗ってコメントするから、はい、1分半ある。入山亜希子さん。
信濃墓場を最後にお聞きいただきました。はい、入山さん、はい、まあ、手元にね、はい、ファンの方々との交流を写真にしたこれ素晴らしいのがあるんですが、皆さんね、ここまで話がどうも及びませんでした。どうぞご覧ください、はい、こういうふうなね、活動の写真集です。どうぞご覧ください。まあとにかくお忙しい、中でですね、やっぱり体を大事にして、はい、食べ物好き嫌いありますか？ないんですよ。そうですか、はい、それは結構なことですね、うん、いいことですね、はい、体力勝負、やっぱり。そして入山さんの好きな言葉、はい、一期一会ですか、はい、そして感謝、はい、まさに、その言葉にふさわしい活動をこれからも続けていく入山明子さんを、どうぞ皆さんよろしくお願いをいたします。お願いします。入山さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。そして、FM 読みたん、あ、ごめんなさい、宜野湾沖の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ヘッドホンつけてください。はい、行きます。はい、チーズ OK です。はい、私のも一枚取ってください。大丈夫ですか？はい、ブログに載せちゃっても構いませんか？ああ、どうぞどうぞ。いいですか？どうぞ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ご無理しました。本当ありがとうございます。いいえいいえ、とんでもありません。とんでもありません。